はいこんばんは、たまちでございます。<laughs> ちょっと遅いですけど、週末なんで、なんとなくくっちゃべりを。<laughs> ああ、疲れた。寒いですね。もうなんか、私の県では、平地では雪が降るなんて言ってますけどね。嫌だな、もう。あの まあそんなこんなで、昨日のあの、月たむの新曲が、あの、コメントもあの、YouTube とか、Facebook とかでいただきまして、ありがとうございます。まああの、フリーフィンガーだったんで、えー、まあフォークソング的な感じ。えー、まあ月たむというよりは、 えー、思いっきり私のタムランチ伏見になってる気もしましたが落ち着いて聞いたらまあしょうがないタムランチが作ってるんで、はい、であのまあ月ための曲まあ自分の曲もそうですけど結構ねあのジャンルがないんですよあのまあロックもやるしえー まあ、ここのとこ最近はちょっとパンクっぽいのにも挑戦してみたりとか挑,挑戦というか作ってたらそうなっちゃったみたいな感じがあるんですけどあのー、まあくっちゃべりではたびたび喋ってるんですけどやっぱり <coughs> うちのねお兄ちゃんの影響がすごくでかくてすごいねほんと最近すごい感謝してるんですよね。 あのー、まあ私の音楽の、あのー、入り口はアリスなんですね。アリス谷村さん。まあそれはお兄ちゃんがアリスファンだったからです。で、あのー、もうアリスアリスアリスで言っていればアリスアリスアリスにな,になったと思うんですよね。まあ年の差もあるし 流行りのの音楽ってものがあるんで何かしらのアリスからね他のものには移っていったと思いますけどまあ私の場合はあの剛さんにねこう行くわけですけどもまあその辺はね自然な流れでそうなったと思うんですけどもあのー、うちのお兄ちゃんがねアリスから始まったんだけどものすごい幅広く音楽を聴く人なんですよ。でね ちょっと順番忘れましたけど、一番でかかったのがね、いつそやからね、ビートル、ビートルズ聴き始めたんですよ。うちの兄貴が。アリスから。アリスだったのに。最初はね、ああと思ったけど、なんやかんやってね、ビートルズのアルバム全部、全部お兄ちゃん買ったのかな俺も買ったか忘れた。いや、ほぼほぼね、うちの兄が買ったんですよ。ビートルズの。 まあのレコードから CD に変わってなんて時期なんですよね。これが CD かなんつってあの見てた記憶ありますけどその辺のタイミングでねでビートルズもその CD になるみたいな感じで買ってたのかなような気がするな。えまあつってもうちの兄貴が聞いたからつったってえまあ興味持たなければそれまでなのに。 なんかね、やっぱビートルズいいと思ったんですよ、私も。それで、えー、その、兄の CD を借りて、<laughs> 聞いてて、結局だから、全曲網羅しましたよ。全アルバム聴いたもん。それで、あのー、なんだ、社会人になって、車乗るようになって、で、中古のスターレットにね、カーステるよ。ついてましたよ、カセットテープの。 当時、カロッツェリアの。えー、だから CD 全部カセットに落とさせてもらって、ビートルズも。ほいで、当時はね、結構通勤時間長かったんですよ。車で40分くらいね <coughs>、片道。だからもう車の中がさ、もう <coughs>、ライブ会場みたいなもんなんですよね。ものすげえ、もうその頃はギター弾いてたんで。 あの、めちゃくちゃ歌歌って、まあ、朝眠いのもあるけど、眠気覚ましもあるんだけど、う歌歌いすぎて酸欠になって危なくなったことが何回かありましたけどね、クらクらってきて、そ <laughs> のぐらい歌歌ってたり、車の中でね、してたんですけど、で、ビートルズももう聴き倒したんですよ。で、まあ、洋楽はね、うちの兄には、 ビートルズが他のも聞いたのかわかんないけどでそのビートルズ聞いたおかげで洋楽への何抵抗がなくなりというか洋楽への興味も湧いてほんでまあ,あの中学高校と進むにねまあ検温入ったりとかしてやれロックだパンクだなんつってね、えー、やってる中であのフェックスピストルズだとかええー あとニルバーナ、それこそニルバーナとか、そういうのにも、まあ、周りがね、そういうの聴いてるのいるから、聴いて。だから本当に、でも根底はアリスとツヨシさんなんですよ。だから高校の時もツヨシさんの曲もね、あの弾き語りのコーナーで、ステージでやったりもしてましたし。のに、反面バンドとかでは、その頃の j ロックですよ。バンドブームのね。 ユニコーンやらジギーやらその辺もやったりとかもうぐちゃぐちゃだったんですよねそれがね今ものすごく生きているというか役に立ってますねだその辺の過程ないとだからまあいろんな音楽っていいなみたいなね意識があったからこう何ですか触覚がこう 立っていいたというか、えー、椎名林檎ちゃんもねあれもびっくりしたけどこれはすごいの見っけて,たぜ見っけてきたぜと思って、えー、たまにはというか1回ぐらいは逆パターンでねうちの俺からうちの兄にこれいいぜってやってくれようと思ったらもう CD 買ってたっててたいうねなんで椎名林檎持ってるみたいな同じの買ってんじゃんみたいなとかだからねうちの兄貴のね なんだ音楽センスですよねそれも一つの、ね、音楽センスってすごいと思うんですよね。うん、でその後からだからたまに実家帰るとすごいですよ CD 溢れててこんなのがあるんだみたいなすっごいっぱい持ってますんでね、えー、行くたんびにこれかしてあれかしてなんていまだにね <laughs> やったりしてますけど。えー、一つねねね思い出して、ね、あの、ね 急、その喋る、この今のこの喋る,る直前に思い出しましたけど、えー、っと、サンタラ、サンタラ、サンタナじゃないよね。サンタナは違うよね。サンタラっていうバンド、ユニット、女性ボーカルの。なんかね、それもうちのアリニが買ってて、これいいぜって言って聞いたらすげえ良かったんですよ。あの、うんボニーピンクとか。 ラブサイケデリコとか、そんな匂いもするけどちょっと違うんですよね。なんか、ミニアルバム1枚しか聞いてないけど、これしか出てないのかな。サンタラだった気がするんだよな確か。あの CD どうしたかな俺借りたまま返してないかなどっか行った <laughs>。やばいな。 ちょっと探してね、カバーしたいななと思ったりもしてね、急に。ちょっとこの後、あのネットでちょっと探してみようと思いますけど、ご存知の方いらっしゃったら。てか、サンタラが合ってるかどうかもわかんないけど。はい。まあ、そんな感じでね、あのー、まあ、とにかく、そう、うちのお兄ちゃんのおかげもあって、も、ま、の、あ、すごいもう、何 こだわりを持たずにという、あこだわりがないというか、うん、ジャンルを問わずというか、先入観なく、いいもんはないかな、みたいな感じで探してたら、ジャンルが全然もう、ようでもなくなって、そういうのを聞いてきたとかっていうのが、今ね、本当にね、ここ、どんくらい ?3、4年、オリジナル作り始めて3、4年で、特にこの1年とちょっとコロナになってから、引きこもってから、 えー、ガツガツと作り始めてるこの時期に生きてくるとまさかまさかそんなことになると思ってないしねそんなことを狙ってやってたわけではないですけどもうんでやればやるほど本当にあの音楽全般が奥深いというか、まあ、ギターも奥深いですしねさっきもちょっとフェイスブックでとある方とやり取りしましたけど。 アコギは本当に、ね、弾けば弾くほど難しいというか底なしです。うん。なんかねやってると新しい発見っていまだにありますからね。最近はあの昨日の曲もそうですけど、えー、なんか自分が行きたい音こう行きたいっていう音をやるときにいわゆるギターに乗ってるコード譜 なん, C、なんとか、ーなんとかカンとかとか。まあみんな名前付いてるんでしょうけど、知ってるな、名前を知ってるコードを押さえると、既存の音になっちゃうんで、ディム系のね、なんか適当な押さえ方をして、ポジションをずらしてって、あ、この音この音みたいな感じとかも最近やるし。あとベースね。フレックスベースは、ここ。 2年ぐらいでガリガリやってんですけど、あれこそ底なし沼ですよ。もう底なしね、ベースは。とか。本当に、いい趣味見っけたなと思いますね。あの、ゴールなんないですからね、こんなのね。えー、形がないものを作ってやってくるわけですから、どれが完成だっつうのはないわけであってね。まあ一応形にはなるけど、あの、 着地点はないというかね、着地点はある、着地点は着地はしなくちゃ、ゴールがないっていうかね、えー、そんな感じだなぁなんて思ったりもして、はい、今日のくっちゃ振りは何でしょう、これは。えー、なんか喋りたくなったから喋ったみたいな感じですけど、音楽って奥深いねっていき、<laughs> な話かな。 これはちょっとテーマがよく決まらないからいいやの。これ自己満のくっちゃべるということで。はい。で、えー、っと、今日は、ビギンに戻りまして、えー、ビギンのファーストアルバムしか知らないですけど、ファーストアルバムから何曲かやってるんですけど、今度こ,こ、えー、そのファーストアルバムのーオープニング曲、 サウンドオブサンライズっていう、これまたアコースティックギターがめっちゃくちゃ気持ちいい。ボーカルも気持ちいいし、コーラスも気持ちいいし、感想に入るスライドギター、スライドバーがまた気持ちいいということ。やってみましたんで、ご覧になってみてください。Begin のえファーストアルバムのオープニング曲、サウンドオブサンライズです。 とということで私のまあ音楽ルーツ的なとか音楽と奥深いなみたいなくちゃぶりでしたそれでは今日はこの辺であー疲れたおやすみなさい